ポットと違う右側の国際線のスポットを使うんで、こっち側から乗るの初めて。はい、どうも。普通こっちへ行くんですけども、今日はこちら側のですね、国際線到着っていう方に向かっていきます。ちょっと撮ってもらうか。国際線用のターミナルから普通お客様を乗せるスポットっていうかフィンガーなんですけども、そちらの方に今移動してます。昨日の夜ですね、 ANA 機が到着した時点で出発が遅れててですね、そのためにこちら側のスポットに昨日つけたんで、朝こちらから乗るということですね。ってことで、なんとなくちょっと国際線に乗ってるような、国際線だとこの正面の扉の向こう側から出てきてこう乗るんですね。ちょっと新鮮な雰囲気だよね。こちら今3番目のスポットになるんですけど、ここから初めて乗ります。そうなんだね。ああ、JAL はもう今日ちょっと団体のお客様がいたんで、搭乗にだいぶ時間がかかっていて、もう間もなくこちらが下で最後なんで、翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませてください。 Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling the red tabs down. 膨らみが足りない。7番ゲート、あ、これちょっと高度だな。大丈夫だ。はい、はい、どうもすいません。あ、到着はここは上に上がっていくんだ。
バスになるんだ、明日降りるんだ、ああ面白いね。一回上がって、これも初めてだ。うん。すごい意外。一回登って。バスになるね。プールのところに到着しました。はじめ荷物を預けようと思ってやったんですけども、こうちょうど団体客と重なって荷物が預けられなくてですね、久しぶりで手荷物で機内に持ち込みました。なんで預けてないんでこのまま出てるんですね。じゃあちょっとバスのチケット売り場見て渋滞とかがあるのかどうかちょっとそこ見てみよう。席で前が、いたりいなかったりなんですけど、バス並みに、くつろいでくることができました。今度成田駅行くときこっちね、こっちの改札、上野行きとかこっち行くとアクセス特急って言って、成田駅通らない京成本線ってところ、あっちの2番3番乗り場の方にだから2回改札があるのよ。あそこに右に改札があって、もう1回そこの改札を通って2番3番に乗れば2駅目かなんかが成田駅、うん、じゃあ降りましょう。こっち行っちゃうとアクセス特急とか、そうそう違うのになっちゃうんだよ。これと成田空港に来たって感じがしますね。でもこの時間割とまだ便が多分少ないんでしょうね。全然ごった返してないんで。マイ便なんですけど、空いてる今の時間に荷物を預けてます。ちょっとこの後、嫁さんは成田さん観光で、私は空港でコヌの離着陸とか、離陸は見れないよね、着陸を見たいなって。今日は1便なのかな。だよね、確実でコヌか777になる、トリプルセブンになっちゃって、今日はトリプルセブン。
で頭がちっちゃくなるんでこうなるとは思ってたんですけど、予想以上に斜めになってるんで、もう反撃ですね。これちゃんと縛るっていうんで、